南田健二の世界爆発だ in 北見。壁際に手が襟打って背中で聞いている。やっぱりお前は出て行くんだな。はい、皆様こんにちは。いやいや、やってまいりました。もうなんか久しぶりって感じですけどもね。北見に来るのも、いやだけど北見いいね。もうだけどもう本当に時期は、お盆も超えましてですね、本当に秋、もうお盆超えたら秋だからね。もう本当にあの吹き矢なんかもね、枯葉が目立ってきてですね、ああこれから寂しくなるのかなって、よく皆さん寂しい寂しいって言いますけども、寂しいとは最近僕は思いませんね。ますます楽しくなってまいりました。時間が短いな、そんな感じはしますけども、さあ今日はですね、素晴らしい、今日はですね、皆さんにプレゼントもありますし、私の誕生日ということで、今日は特別にお送りしましょう。それではお楽しみに。ハッピーバースデー to me ハッピーバースデー to me ハッピーバースデー dear まことちゃんだよ。まことちゃん、ハッピーバースデー to you。 イエーイ。なんか普通の飲んで親父の集まりみたいだけど、酒は飲んでませんよ。いや、なんでね、今日はあの俺の誕生日だっていうことでね、でね、今気がついたもんですからね。そうですよね。ね、いやいやいや、もう本当誕生日55歳になりましたね。いやいや、いや、もうありがとうございます、でもね、この55歳を起点にですね、なんか俺最近こう作詞作曲、ほらこの間からしてるじゃない、いいですね、何かが降りてきたような気がするんだよね、今までね、わけのわかんない歌ばっかり作っててね、全然他の人に聞いてもらったら、お前アホっちゃうかみたいなこと言われて、そうだったんです。それでね、ちょっと覚えてる曲があるんですけどね、タンポポタンポポタンポポちゃんって歌作ってね。いやいや、子供用の歌。いや、それが結構大人のつもりで作ったんですけど、そこはどっから来たかっていうと、井上陽水さんの僕ね、フレーズの中で、あ、陽水ね、よ言っちゃってますからね。言っちゃってますからね。そんな中にちょっと似たような曲が、まあ、似てるかどうかわかりませんけど、あのカナリアって歌あるんですよ。カナリア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 って歌うの。あったかもしれない。俺聞いた覚えありますよ。それで僕もね、ちょっとね、ああこういう歌作りたいなと思って、タンポポタンポポタンポポちゃんって歌作ったんですよ。あ、そういうことだったんで、ね、そうなんですよ。それ誰に聞かせてもお前バカじゃないのみたいな。そりゃね、いやいやいや、属性の人には分からん。本当にそういう、ことでずっと曲が作りたくて、本当に、ね、思ってました。いやでもね、今回ね、本当に矢継ぎ早にね、2つテーマもらってね、はい、1個はすぐできたもんね。いや、会いたくてあれは良かった。で俺も本当もらっていい曲だと思って、すぐには分かんなかった、これ絶対恋愛じゃなかったんだよ ね、 これね。恋愛じゃないんですよ。そこがすごい ね、 ね、もう恋愛の歌作らせたらね、僕あの、いや大変なもう曲になる、もうたくさんできますよ。たくさんできるけど、みんなドロドロとしたようなね、ドロドロなのか、もうカサカサなのか、パサパサなのか、よくわかりませんけども、それは料理が難しい。いやいや、料理の難しいものばかり僕は扱っておりますんでね。いや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 、本当にね、何が終わりか、いつ終わりかっていうのがね、本当に自分でわからなくなりましてね、私たちもう終わりねって言われたって、何が終わりなんですかって、いや、終わりたくないような、終わりたいようなね、もうその結果を出したいような、出したくないような。そういう、それがもう解決した頃に、あの人生相談ができる。そう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 。僕今でもできると思いますよ。あなたは何を言いたいんですか。今日は素晴らしい先生がお見えになっておりますのでね、先生のちょっとお話を聞いてみましょう。それでは高畑先生、どうぞよろしくお願いしますみたいなね。いや、本当死にたいんですけどって言ってた。そしたらなみたいな。そうですね。先生はこう言っておっしゃりますんでね、あなたはあのまずこのことを考えてですね、死ぬか生きるかよく考えて、もう一回明日電話くださいませ、どうもありがとうございましたみたいな。わけわからんよね。あ、なるほど。でも、まあ、人生っていうのはね、本当に、僕今、まあ、本当に、この55歳になって、なんか何を思い出すかっていうのは、松井の背番号を今思い出してしまいましたけどね。あ、本当だね。ね、そうそうそう、松井、あの俺ね、松井さんもね、あの55のゴジラのね、
あの人にも、ね、思い出があってね、この人はすごいお尻からももにかけて、うん、桃の太い人だなって。あれ高校生からできてましたよね。そうですね、体がものすごいできてる人で、ね、あこの人はすごい人になると思った瞬間にドドドドドンっていきましたもんね、うん、それから巨人の松井ファンでずっといたんですが、松井さん辞めた時点で野球に興味もなくなりましてね。あそういうのあります、あります、ね。まあ、最近はね、こうもうやっぱり北海道といえばファイターズということで、うん、ファイターズファンでありますけども、うん、やっぱり55この松井の背番号と今の僕の年をね、うん、こうなんかこう思い浮かべるわけですね、掛け合わせるわけじゃないですけども、うん、55歳っていうのはもう最高の年かなっていう、うん、自分でもうこれ以上頑張れない、これからはどんどん落ちていく、うん、あれですね、うん、こう折り返し地点。まあね、それと肉体的にはそうかもしれないけども、でもあれ多分気持ち的にはまた違うんじゃないかなって気がするよね。俺のね、うん、同級生、うん、まあ話したけどもうみんな守りに入ってる。あそれは普通はそうだと思う、人生設計はね、ね、うん、お前うん、夢ってないのって聞いたら、バカお前今から夢見てどうすんだよみたいな、うん、そうね、まあ、大体俺の友達はみんなもう家持ってね、うん、商売もうまくいって、うん、大体子供にゴルフを教えたりなんか、ね、してるやつが多いんですがね、うん、子供だったらどこ行ったらアメリカに今ゴルフの、ね、インストラクターでちょっと勉強に行ってる、マジみたいな、うん、お前の夢だったら、いや俺はお前もう夢だったら、お前もうあれだめ、お前年金もらうね、うん、方向でゆっくりとゴルフで息子でも息子とゴルフでもやりながら暮らすこと考えてるの、お前バカじゃないのみたいなね。うん、いやでもそうだろうね、カウントダウンだ、もう年金までのカウントダウンだよね。もういやそうだ、俺はね本当に年金もらってさ細々とさ、うん、夢もなくだよ、うん、そのボケていくのが嫌なのよ俺。まあまあ俺もそうだね、うん、まあ、っていうか俺は年金に頼れないっていう事情もあるけど、ね、いやね年金なんかね俺ね絶対に欲しくないと思ってるけどね、うん、目の前にしたら、うん、よろしくお願いしますくださいって言うんでしょうけどいやだけどやっぱり生涯現役でやっぱりだね、畳の上では死ねないみたいになりそうな気がするんだもん、ね、そう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 、うん、高畑さんはねやっぱりピアノ、うん、弾きながら、うん、ね、ギター弾きながらオカリナを弾きながらですね、そう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 、ピッ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 と死んじゃうとね、うん、そうそういやいやそれは本望じゃないですか。いや本当にステージ中に、うん、今日高畑さんが、うん、ステージ中に倒られましたと、うん、79歳だったそうでございますっていう、うん、なんかそういうね、ステージの上で倒れて、もう高畑さんも亡くなってしまいましたみたいな、ね、それで死んで、そういやいいや ね, ね, ね死んで初めていいやつだったっていう、そうそうそう、まあ、誰にも迷惑かけずに入院期間もなくお金もかからず、ね、今日まで生きていて明日から死ぬ、なんかそんなことありましたね、あのフォークで、うん、ピンピンコロコロ、ピンピンコロコロじゃないよそれピンピンコロコロで作った歌、いや違う、だからね、あったのそんなの、俺の師匠が言ってるんですよね、うん、ピンピンしててコロッと行きたい、あそれは最高です ね, ね、なんか商品登録みたいな感じの中ねそうそう、ピンピンしててすぐ死ぬみたいな、そうなんか殺虫剤にありそうですねピンピンしてるハエもすぐ死ぬピン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 コロコロみたいななんかそんな歌作ったんですか、あピンピンコロコロ、ね、ピンコロリンみたいな、ね、ケイちゃんまた作ってくださいよ、ね、いやそれはもう本当にいろんなジャンル、もうコマーシャルソングからなんか、ね、広げていかないとね、いやいや本当ですよね、うん、だからまあ本当にそういう意味ではね、もう夢を見ながら、うん、夢をいつまでも追いつき、こうかけながら、うん、死んでいきたいなっていうやっぱり俺も思うので、うん、最近だけどね、うん、この間も札幌から、うん、なんていうかなあそこ、室蘭のずっと下の方でね、うん、黒松内ってかな、ありますね、うん、まずお昼のステージを札幌でこなしまして、うん、その足で夕方、うん、4時に黒松内というところに着きまして、あここまでも約2時間半高速で、うん、もう函館に近い方ですね、そうですそうですそうです、ね、でそこでステージをこなしまして終わったのが9時、うん、9時に終わりまして、それから稚内まで走りましたね、550キロ、その日のうちに札幌から順番が間違ってます。黒松内やって札幌やって、いやそういうわけにはいかないじゃないですか。お祭り会場ですから。くれた仕事をね、もう普通にこなさなきゃいけないんでね。ちょっと逆にしてくださいよって行かないわけですよね。わかるわかる。ね、もう札幌でステージやりまして、そのままね昼でステージやりまして、夕方は、うん、
何でしたっけ、黒松内でやって、うん、終わって9時に片付けてそのまま稚内まで走って稚内に着いたのが4時ですよ。朝の4時未明って言ったね。未明、そうです。で、まあ9時までちょっと寝させていただきまして、9時から朝リハやりましてですね、昼12時からと4時からのステージ2本こなしまして、いや550キロあるんですよ。そういう、その黒松内から稚内まで、それを休憩もせずに走れた私、うん、まあ本当にこの55歳は最高の年だというか最高の年にしたいというか、うん、でももう無理は効かないぞみたいなね、うん、そんなやっぱり思いでちょっと最近頑張っておりますけども、まあ僕もね55歳ですからやっぱりあと5年、うん、5年はねもう本当に何が何でもこう自分の夢に向かって、うん、お前の夢は何なんだっていうことになるとですね、僕は本当に歌手になりたい、うん、そしてまたね、シンガーソングライターに憧れてですね、うん、やはりずっと、ずっとこう来たもんですから、うん、なんか最近曲がバンバンこう生まれてくるんですよね、うん、いや本当にちょっと整えてあげたらもうできてるんだからね、だからそれはやっぱりその才能を大いに形にするべきですね。そうだね、まあ、いや本当にまだ どこにも披露してないし電波に乗っけるのも、うん、ね、今日ちょっと電波に乗っけようかっていう話をね今高畑さんと知っておりましてね、あとでねお楽しみに、あと何分かでねこの今本当生撮りしたやつを流しますから、いやね、だから本当にできるかとか、まだ2人で合わせたことってのは1回しかなくてですね、そうだね、ぶつけ本番だったからね、まあ、ぶつけ本番みたいな、ね、そうだから本当に今後ちょっと調整してですね、うん、いい曲になると思いますんでね、うん、ぜひちょっと皆さんファックスとかメールでね、この歌は評価をですねしていただきたいなと思いましたね。そう、あとそのチーム名はやっぱりなんかね、どっかでチーム名ね作りたいよね。いやチーム名ね、チーム名いい、気の利いたチーム名を命名してくれた人に、ええ、特製 TVH ステッカー、TVH ステッカー、なんだかんだなんだかんだ言っても北海道のステッカーを差し上げましょう。それもね、いやいいですよ。いいですか？ただね、ろくたら名前来ないよ多分。え？多分ね、本当にライオンとゴリラとかね。いや分かんないですか、もう人のことだからリスナーの皆さんとの適当ですから、いやまあそれはそう、もう適当が意外にねこれいいんじゃないなんていうね、そうね、ことになりかねないでもあるんですけどもね、何年ですか？俺イノシシ、あ同じじゃないですか、イノシシです、イノシシとウリ坊とかね、うん、いやいや なんかそういうような、うん、僕獅子座ですから。何座ですか？獅子座。獅子座なの？なんでそうでしょ。だって俺13日生まれだからね。獅子座なの？獅子座のイノシシなの？心かしか違わない。じゃあ同じなんだ。獅子座のイノシシが2人いると俺初めて分かったんだけど。いや本当にね、いやいやもうまぐれの、いや本当に、ね、面白いね、まあ、そうですか。じゃあもうちょっとまずその僕たちのねこれだけ言ってるんですからお前らやらないのかみたいなことにね、うん、皆さん思ってくれてると思うん で、 うで、ね、ちょっと今ここにピアノもあるんでちょっとね、うんうん、それでもうちょっと今流しますから高畑さんのにちょっとピアノ弾いてもらって、うん、やってみますか、うん、ね、それじゃあちょっとやりましょう、はい、ではお聴きください、はい、思い出した。
の日あなたはここにいたのに、あなたは坂道転んだ、うなずくあなたはもういない、元気でいたのに、いや、はい、どうね、こんな感じでいいね、もう即興にしたら よくできたと思うねえ、まあ危なくあの2番と3番の歌詞間違えそうになったり結構してるけどね、そんなのはいいですよ ね、ライブですから、ライブ、いや本当に、いやいいと思いません、本当にあのなんかね、本当なんか予感がしますね、なんか楽しいことできそうですね、ねえ、いや、まだね、もう一つ作ったんですけど、うん、僕も歌ね、そうね、これもまた結構いい感じの歌でね、そうだね、これも整えて、うん、また発表できる、ね、そうですね、これに音を入れをしまして、うん、もう来週はちゃんとした、まあ、ある程度 ね、もうあの CD に落とせるぐらい の、ね、編集はしたいと思います ね、 ね、あとは全部あの高畑さんがですね、この田村正和さんがオカリナを入れてもらってですね、うん、でそれからギターの生と、うん、それからピアノを、ね、ピアノ入れましてですね、うん、ね、でちょっとあの僕が初めて作った、うん、歌なんですけどね、この命名が会いたくてという ね、 いいね、歌、山口誠が作詞でございまして、うん、難田源次が作曲、いやどっちでもいいんですけどね、どっちも僕だということでね、いや本当いいものできたな、これは楽しみですね、本当に今後やっぱりディスクにもしたいし、そうですね、他かしていきたいですね、いやあのね、僕も CD を今年でちょうど11枚作っておりましてね、いっぱい出してるもんね、そうなんですよ、それも全部全発じゃないですか、よくあの俺は歌手だ俺は歌手だって言ってる方たくさん世の中にいらっしゃいますけど、確かに歌手だったら歌手だけで食べていってくださいよと、うん、僕は思いはあるんですね、いやなかなかできないですよ、そうなんですよ、うん、ただ僕も歌手になりたくて本当に一生懸命頑張ってきましたけども、うん、歌手だという歌手ではないわけです、結局あの、うん、プロというのはそのプロという自分が磨いたもので食べているかどうかっていうのがプロですから、うん、そうですね、歌が歌えてプロっていうのは今もうアマチュアとのほとんど差はありません、うん、アマチュアっていうのはね、お金をもらわないで歌っているからこそ、うん、アマチュアであって、これを10円でももらうことによってアマチュアじゃなくてプロになるわけですから、うん、で私はアマチュアですからカラオケ大会しか出てませんからって言ってもね、うん、10円20円交通費もらった方はもうプロ、うん、ほとんど変わらないですからね、うん、全発責任がありますよね、そうです、ね、全発で出していようがカラオケに入ってマインが入ってようがですね、うん、やっぱりこのプロはプロ、10円もらってるプロもいれば、うん、何百万もらってるプロもいるっていう、やっぱりね、うん、そういう中で ね、そのプロはプロなんだけど、プロの中のプロでないともう生きていけない、食べていけないですよ、ね、だから、うん、あプロ、僕私あの歌手なんですって、あそうですかっていう中で、うん、じゃ あの歌手で食べられてるんですねって、いやいやいやスナックやってますってなると、うん、これ
プロの歌手ではないですからね。もうそれは致し方なくてね、みんなやってるんだけど、歌い手はやってますけども食べられませんという状況なわけじゃないですか。だからそういうやっぱりこの僕たちも夢を売る仕事をしているわけですよね。だから間違ってあのこの努力次第ではですね、まあ、努力しても売れないものは売れないんですが、その本当にね、あの今のあのなんて言いましたっけ、あの歌ね、すごく流行ってる歌あるじゃないですか、ディズニーランドの、あ、レッド言っとこうかな、あのアナ雪、アナ雪ね、アナ雪、あれすごいね、すごいですよね。だからあんな方みたいにね、本当何かの挑戦の中でポッと歌をいただいたとかね、もう知らないね、方が一気に有名人になる。もうあれ本当あの歌を歌った中だけで本当紅白ものだと思うよ。ですね。だからもう、今年は紅白間違いないでしょうね、あの方はね。間違いないね。あれだけね、取り上げられた、ね。そう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 。もう一人歌ってる松たか子さん。松たか子はもうまあまあもちろん ね、 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 もうあるね。この方も多分あの別バージョンで出てくる可能性もありますよね。まあ、そういった意味ではね、もう本当にあの、僕もそのなりたかったものは何だったのかな、食べられなくてもいいからやっぱりシンガーソングライターでいたい、なりたい、そしてまたその歌を愛する、ね、自分の好きな歌を歌いたい、僕ね、一番好きなそのアーティストっていうんですか、まあ、吉久蔵さんとかいろいろいますけど、若い頃はこのやっぱり井上陽水さんで育ってるね。言ってましたね。そうですね。その世界で、ね。でもまあ大人になってから好きなのはやっぱりこの吉久蔵さん。やっぱりどっちもシンガーソングライターとかね。うん、ね、そうなんだよね。吉さんはね、夜中帰ってきてから、もう何でもいいからあの曲コードで曲を作っちゃうらしいですね。ああ、そうなんだ。あの家に帰ってきてね、酒飲みながら、小さいあの子供の頃にほらピアノってあったじゃないですか。小さいピアノ30センチぐらい、だっけ、あのトイピアノってやつね。ですね、あのそうそう、鳥がなんか。キンコンキンコンってやつね。そう、キンコンキンコン。あれで作曲とかしちゃうんですよね。あ、じゃあ鍵盤弾けるんだ、あの人。弾けるんですよ。偉いじゃないですか。さすが田舎のプレスリー、ね。俺は田舎のプレスリーなんてね。まあ本当にあの似てる似てる、そういう意味ではね。まあ、吉さんになりたい、そしてまたあの、ね、頭の中はそのやっぱり繊細なちょっと変わった、井上陽水さんの、ね、陽水はね、本当にもう考えてみると、その恋愛をテーマにしてるのないよね、あの人変わった人ですよ ね、 ね、だってあの氷の世界なんかさ、あれ何って感じじゃありませんでした昔。何が言いたかったんだろうね。窓の外ではリンゴ売り、きっと誰かがふざけてリンゴ売りの真似をしているだけなんだろうって、あれ聞いた時に、僕こいつバカじゃないのかと思いましたよ。いや本当にね、何だろうね、なんか何を、でも歌になってて大ヒットしましたでしょ、あれすごい、もう毎日聞いてましたよ。氷の世界、チェチェチェレチェ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 とかね、すごいね、僕のテレビは寒さで画期的な色になり、なんだっけ、あったありましたね、氷の世界から、もう本当にあの寒いからテレビが映らないみたいなね、真空管の時代ですよね、知ってるからねみんな。まあ、そういった意味ではね、本当にあの僕もこれからちょっと生き方をですね、あのまあモノマネイコールですね、やっぱりこう歌が好きだったからモノマネをやってきたわけで、本当はねモノマネの世界にこう入ってしまう僕じゃなかったんですが、たまたま僕の、出た時代がですね、岩本京成さんがブレイクしてまして、僕がたまたまもう少し痩せていた時に沢田研二さんにちょっと似ていたというのが、まさに岩本京成さんに似てるねと言われたのがね、始まりで、僕があの岩本京成さんのモノマネをしたというのが始まりなんですね。あ、なるほどなるほど。岩本京成さんが沢田研二さんのモノマネをしていたことを僕がやったのが始まりで、それを見ていた人が、あ、それちょっとマスター歌ってよということで、 あちこち北海道中に ね、 ね、回るようになってしまいました。だからそれまでずっと歌手でいたわけなんです、そうね、それまではやっぱり山口誠でやってたんですよ、ね、三山誠っていう名前でやってましたね。 あったね、はい、昔はそういう名前でやってたんですが、まあ、全然売れるわけがないですね、知る人も知らないというか、全然知らない人ばっかりですけどね、なんかやっぱり特徴が必要なんだよね。そうですね、まあ本当に、でも今思うのは、人の作った歌でお金を払ってですね、人の作った曲を歌うっていうのほど感情の込められないものがないなという、あれは本当ね、よっぽどのマッチングがないとね。そうなんですよ、難しいですよね。
その、あれ歌手になろうと努力していろんな人にお世話になって、はいはい、与えられた曲これ嫌だなんて言えないですもんね。そうなんです。だけどそれがヒットすることがあるんです。まれにですね、美川憲一さんの、うん、釧路の夜と、うん、柳瀬ブルース、新潟ブルースってのめちゃめちゃ暗い、うん、雨の降る夜は心も濡れるみたいな、これは本当に暗いでしょ。この歌、私こんな歌、あの頃まだオカマじゃないですから、美川憲一さんもね、オカマというかそのおね系の喋りはしてないんですから、そういう売り方してなかった、ね、そうそうそう、僕はこんな歌歌えません、こんな暗い曲だと歌えません、ものすごい嫌だった曲らしいんですよ。それが大ヒットして釧路の夜、そして柳瀬ブルース、そしてブルース続きで、ね、あの新潟ブルース、新潟ブルースは俺若い頃のようにかったけどね。なのでね、歌ってるのも本当にあの奥が深いというか、本当に夢を与えるっていう意味ではもう本当にあの、ね、どう転ぶかわからない。だからね、だからこそ僕はあの自分の好きな歌を、好きに作って歌いたいっていうその心がありますね。それやりましょう、本当に ね、いやだからこういう時にね、俺がお会いできたのも本当にすごい感謝しますね。そうですね、だからもう本当にあの、うん、こういうラジオでですね、自分の曲を聴いてもらうなんてのは、うん、まあ初めてのことだと思いますけどね、これだけ芸歴あって。いやいや、たくさんの人がいるけども、まあ有名なね、有名なあのそういうシンガーソングライターの方いらっしゃいますけど、うん、こんな自分のラジオで勝手に作った歌を披露しちゃう人はいないんですよね。それはないわ、最高の贅沢ですね。最高の贅沢だと思いますし、これが間違ってヒットしたらね、あいつらラジオで歌ってた歌だなんてね、もうゲスな話だけど、それで著作権で、そう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 、誰に文句言われることもないじゃないですか。自分で作って自分で詩を書いてんだけど何かみたいなね。そう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 、そういう意味ではもう本当にあの今後ちょっと楽しみにしていただければ、この55、今日はね55歳を僕がね、迎えまして、皆さんに初めての作詞作曲の歌をですね、今日は高畑さんとですね、田村正和さん、芸名田村正和さん、でまあ田村です。でまあ2人のねちょっとユニット名もちょっと決めましてですね、来週ちょっと形になったものをちょっと皆さんに聞いてもらおうと思っておりますので、そうね、今日本当に楽しかった。いや本当になんかあっという間の時間だけど、もうそろそろこれで打ち切りしないとあるんで ね、まあ本当に僕の誕生日に今日はいい放送になりました。まあ記念、特別記念、ラジオっていう感じでございます、ね、そうですね、光栄です。ありがとうございます、はいはい、まあ、本当に皆さんまた来週をお楽しみに、はい、それでは皆さんさようなら。素直あっての夢土俵、せめて守って知らぬいの、組めば右四つ勝ち相撲、双葉の背中now